3人ずつ分かれてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず山札を処理順次紙媒体で持ってて、トリさんの技術的にちょっとキャラクターを動かすまでが粘土だった。これから4年5年後ぐらいから小学校の授業の中でプログラミングの学びが始まります。でそれに向けて学生たちが子どもたちが学べる教材を作る、それをテーマにいろいろ研究を取り組んでいます。で今日はそれを上に丸とかされてたから、で、はい、右に20本動かして、その後、下に人間の生活を支えるようになります。でそういった時にコンピューターがやれることやれないこと、コンピューターが間違った動きをしないかどうか、それは人間がきちんと見て管理していかなければならない、そういう時に役立てる技術がこれからの子どもたちに必要だと思われますから、自分で組んで、いいものを作る。どんないいもの人を笑顔にするっていうのあれすぎるけど、まあ自分でいいなと思う。